ジョン・ルーアーはアメリカ合衆国ミネソタ州出身のプロバスケットボール選手。NBA のデトロイト・ピストンズなどに所属していた。ポジションはパワーフォワード。ウィスコンシン大学でスター選手として注目され、2011年の NBA ドラフトではそのウィスコンシン州に本拠地を置くミルウォーキーバックスから40位で指名されて NBA 入り。 2011から12シーズンは NBA ロックアウトが完工された関係でドイツでプロデビュー。ロックアウト解除後にバックスに合流し12試合で先発出場するも平均4.7得点に終わり2012年の NBA ドラフト開催日にヒューストンロケッツとの間で行われた当日のドラフト指名権サミウエルダレンベアや ショーン・リビング・ストンなどが絡んだ大型トレードで、ロケッツに放出され解雇。7月10日に、クリーブランド・キャバリアーズと契約するも、翌年1月にマリース・スペイツラとのトレードで、メンフィス・グリーズリーズに移籍。7月に、グリーズリーズと3年300万ドルで再契約した。2015年の NBA ドラフト開催日、フェニックス・サンズが44位で指名した。 アンドリュー・ハリソンの交渉権との交換トレードでサンズに移籍した。2016年7月2日、デトロイト・ピストンズと4年4200万ドルの契約を結んだ。ありがとうございます。